キーは、日本国有鉄道が1968年から1984年まで、東京駅キー勝浦駅間を、東海道本線、関西本線、紀勢本線経由で運行していた、寝台特別急行列車である。1975年までは、夜行急行列車として運行していた。本校では、東京駅と奈良県、キー半島の沿線都市を結んでいた。 有等列車についても記載する。キーは、東海道新幹線の開業により、利用客が減少した東京駅港町駅間の大和東京駅鳥羽駅間の伊勢、東京駅キー勝浦駅間の那智の各列車を統合した急行列車として、1968年10月に東京駅王子駅、鳥羽駅、キー勝浦駅間で運転を開始した。なお、 王子駅発着列車の奈良駅王子駅間は普通列車として運転されていた。運転開始当初こそ単独列車で運行されたが、1972年3月に、鳥羽駅、王子駅発着の列車を廃止して、東京駅紀伊勝浦駅間のみの運転になると、夜行急行、銀河1号と東京駅名古屋駅間で、並結運転を行うようになった。 1975年3月には特急に格上げされ、いわゆるブルートレインの一群となったが、東京駅発着のものとしては、当時最短の 621km であった。ブルートレイン化以降、当初は米子駅発着の稲葉と、後に運行区間を延長した、出雲2号3号と並結運転が行われていた。しかし、1984年2月に廃止された、記号、 通過、運転停車客車は、品川客車区所属の14系客車が使用されていた。開放式 B 寝台のみで蘇生された。特急格上げ後当時、2方向への別愛称特急列車とともに、東京駅発着の定期寝台特急列車としては、異例とされた編成であった。機関車は、東京駅名古屋駅間を、宮原機関区所属の EF65 系電気、機関車が経営し、 名古屋駅キー勝浦駅間を DD51 系ディーゼル機関車が牽引していた。かつては DD51 が投入されるまでは DF50 系ディーゼル機関車が名古屋キー勝浦間を牽引していた。1949年9月に準急列車として東京駅名古屋駅間で運転を開始した列車である。1950年10月に急行列車化とともに 運転区間も東京駅港町駅、都場駅間に運転区間が延長され、同年11月に列車名が付与された。利用客の増加により、1954年10月に、都場駅発着編成の連結が中止され、新大車も連結されるようになった。1962年3月からは二等新大車が一行、連結され、王子駅で増解決を行って、 和歌山線の普通列車と並結運転することにより、東京駅和歌山市駅間でも運転されるようになった。1964年10月に東海道新幹線が開業したことにより、下りが東京駅名古屋駅間で伊勢、上りが奈良駅東京駅間で南紀観光。1965年10月からは伊勢南紀観光に代わって東京駅名古屋駅間で のとと並結運転されるようになり、1968年10月にキーに統合されて独立した列車としては廃止された。1972年3月、キーの編成としても廃止され、完全廃止となった。東京駅と売機関の直通列車は1926年8月15日より、1943年まで、快速列車241.24に24列車が設定された。 この快速列車の場合、いわゆる伊勢神宮三景のための速達列車という意味合いのほかに、東京駅名古屋駅間の夜行列車の増発ともされている。また、現在では、栄心台に相当する二等寝台車を連結していたため、新任大臣が伊勢神宮三景に利用する場合が多かったと言われる。戦後は、マトの利用客の増加によって、 同列車に連結されていた戸ば駅発着の編成の増強を行うために独立した列車として、1953年11月に東京駅戸ば駅間で運転を開始した。しかし、夜行列車としての使命は東京駅名古屋駅間であったため、名古屋駅戸ば駅間は5両編成で運転されていた。東海道新幹線開業後は、 名古屋駅戸ば駅間は近畿日本鉄道の利用に移ったため1968年10月にキーに統合されて独立した列車としては廃止された。1972年3月キーの編成としても廃止され完全廃止となった。なお、2013年10月から2014年3月に運行した臨時急行・伊勢については近鉄特急市名古屋伊勢間を参照。 規制本線の全線開業により1959年7月に東京駅新宮駅間で運転を開始した急行列車である。運転開始当初は臨時列車であったが、同年8月には早くも定期列車に変更された。4両編成と単編成であったが、2等市内2等号作り車が連結された。利用客を着実に増やし、 1961年10月から一等寝台車の連結を開始し、1964年10月には東京駅キー勝浦駅間に運転区間が延長された。三重及び近鉄特急市名古屋伊勢間も参照。ありがとうございます。